あそうそう精神障害の方の接し方みたいな話なんですけど、うんまあ、精神障害のある方を、えっと、現場で仕事現場でどういうふうに接すればいいかとか、まあ、僕自身もツイッターのスペースとかで精神障害があるんですって言われた時に、まあ、どこまで負荷をかけていいのかどういうふうに接してあげていいのかっていうのが僕は分かんなかったんですよ。 そしたらその草加さんって方はまあ接し方なんて考えずに普通に接すりゃいいんですよと基本は接し方が必要かどうかから考えて必要な相手に接し方を選ぶってんならそれはとても大事なことですが点て点んてんてんみたいな話があってまあそれを YouTube で話したいですっていうことなんですけど皆さんどうですか精神障害をお持ちの方に僕は極力話は聞いてあげたいと思うんですけどでも 自分自身も精神に障害があってうまく喋れないかもしれないとか、えー、今どういうテンションで喋ってるかわからないとかってなった時に接し方って難しくないですかっていう話をアベプラでしたのかな。そしてそれに対してあの、草加さんがいろいろと意見がおありのようなので、でも、さささっと、さささって言うとまた言葉悪いですけど、ちょっと あのお話し,したいいなと思います僕も特別扱いしたくないんですよ。で、特別扱いしてくれなんて精神障害持ってる方もあのそうは思ってないと思うんですよね。そうなんですよ。難しいですよね。でも、草加さんは何か経験が終わりのようなので、まあ、その辺のお話できたらなと思います。 そうそう精神障害の度合いにもね、よって全然違うので、ですが、草加さん、お入りください草加さん、マイクのミュートをオフにして、お話できますでしょうか。どうも、はじめまして。はじめまして、草加さんですか。はいいいい草加でですすすすおお願願たしししまま、はい、よろく田村 あの、僕があの、精神障害の方の接し方、あの、専門家からも聞いたけど、はい、それぞれの症状も接し方も違うので、これといった答えがなくてとても難しいと感じた。どうして欲しいのか、どのように接すれば負担がないのか、お互いに言える環境づくりから考えなきゃいけないのかな。配慮してる人の配慮疲れもあるよね。難しいって、えー、僕はつぶやいたら、 はい仕方なんてまあ考えずに普通に接すりゃいいんですよ基本はという、えー、久坂さんのご意見だったんですが、はい、このあたりってどういう感じで僕た,僕たちは考えればいいと。 そうですね。あの、変身の物腰がちょっと、あの、トゲトゲしくなってしまったことが、あの、差し入をお詫びしたいと思います、うんでえー。精神障害者との接し方に関して、でうん、私自身も精神障害を持っている上の立場として、うんえー、まず、その3つ、その区切っていただきたいんですけども、なるほどまず大,大前提として、身体障害者へは、はい、あの、まあ、なるべく配慮をしてあげてほしいってことと、うんで、精神障害者に関しては、えー、直接的なコミュニケーションと、 えー、精神的なコミュニケーション、あと、えー、社会的なコミュニケーションのこの3つでこう区切って考えていただけると、あのまあ、健常者の方々がとてもその接しやすくはなると思いますあもう一回いいですか、直接を、はい、直接的、精神的、はい、社会的です。はははいはい、はい、はい で、まあ、直接的なコミュニケーションっていうのは、こうして、あの、今、私がこの田村さんとお話ししてるように、うん、あの、まあ、あの、街角であったりとか、あの、うん、同じ職場であったりだとか、そういった会話の内容に対しての接し方ですね。で、これに関しては、えー、精神障害っていうのは、まああの、たくさんいろんな種類もありますし、うん、あのー、まあ、一概にこう、これに対してはこうっていうの,はあの言うのがとても難しいと思うんですね。うん。 ですけれども、あの、精神障害としては、その自分のその障害を意識するようなことを言われてしまうと、どちらかというと、そのどん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 その精神負担が増えてしまうっていうことが、あの、多いですね。なるほど、ね。はい。そういったところに関しては、あの、ごく一般的な健常者と同じような扱いを、えー、していただけることが、あの、一番負担がかからない。ね、お,お互いに欲しい。はい。はい、そうです。あのー、あ<ー>特にこ気を使うことなく、あのー、話しかける。 うん、相手が例えばその障害を持っていることを知ってる知らないに問わず、うん、で、えー、精神障害者の立場としても、その自分にとってはその障害を持っていることが当たり前のことなので、そこに対してその,その特別扱いをされたりとか、ああ、そのいろいろもうハードル持ってるかたあの大変ですよねっていう扱いをその前提でされてしまった場合、あの、ま、とてもそれが、 まあそうですね、まあ、例えば、一番日本で多いうつ病の患者の場合ですと、それが不可になってしまうということがあのまあ多いと、私は思っています、うん、なるほどね。はい、まあ僕はの身体的な障害がある方に対しての配慮っていうのは、比較的こうまあ分かりやすいのでまあできるんですけど、精神的な障害をお持ちの方っていうのはこう一見分からないので、はい。 とはいえ、日、ま、加、ああのー、さんも精神的な、あのー、障害をお持ちだってことですけど、はい、なんかうつ病の方に頑張れって言っちゃだめだとか、なんかあるじゃないですか。あ,ありますね。はいうん、だから、ああいうのを聞いてると、なんか負荷がかかるような言い方ってどんな感じなんだろうっていうのが、精神障害の,その度合いによってもこうグラデーションが結構あると思っていて、はい、そんなことを考えていたら、まあ、 ちょっと何が答えかわかんないって僕は思っちゃったんですよ。はい、だけどよくわかります。はい、基本的には、草加さんとしては。その、あんまりこう、気にせずに接してくれてる方が一番の解決策になるってことですよね。はい、そうですね。うん、で、直接的、または表面的。とも、あの、言えるんですけども。うん、あの、会話とか、そういうコミュニケーションの点では、あの、うん、全くの、そのハードルとかをこう。 おかず、その線引きをせずに、こう、うん、接していただけるのがとてもありがたいっていうのがあるんですけれども、うん、またその裏で、あの、まあ、精神的な接し方、これが、あの、いわゆる一般的な方の言う接し方の指すコミュニケーションになると思うんですけれども、うん。そこに対して、要するに、あの、障害を持ってるっていうことは、あの、まあ、生まれ持ってない、まあ、後天的なものであっても、まあ、ハードルっていうのは確かに存在するのが、うん、まあ、 事実なんですね。で、うん、そこに対して、少しでも、少しでも良いので、あの、まあ、配慮をしようとする。例えば、その、田村さんが、その、今回、あの、配慮する方も疲れるよねって言ってましたけれども、確かに、本当に、あの、疲れるんです。うん、で、うん、そういったと、でも、その、考え方自体がとても素晴らしいもので、うん、で、そういったものを、その、心の片隅に思うばかりながら、えー、それでいて、あのー、うん、あのー、なんだろう、こう、 こうじゃないかこうじゃないかって思いつつではあると思うんですけども普通に接していただけるっていうのがとてもあの精神、まあ、障害者としてはありがたい接し方になります。なるほど、ねはい、で僕がなんか今日加さんと話してて思ったのは、はい、やっぱりなんで僕配慮疲れみたいなことをちょっと懸念したのかなって考えた時に、はい、やっぱり知識がないんですよね。 はい、で知識がないからこそ、まあ、どうしていいのか分からないにつながっているような気がしていて、何かこう、はい、この身体障害の、まあ、グラデーションがあるっては言ってましたけど、はい、こういう精神障害、こういう精神障害っていうのを、なんか学べるような場所とか、なんかそういう本とかっていうのがあるんですかね。はいあのアメリカ医学会があの えー、提唱してる、えーうん、DSM4 っていう、あのー、各種精神障害に対しての、ちょえと、これだえー、えー、基本的特徴と人格障害の診断っていうあの書類が94年に出てまして、お<う>で、まあ、それでも、あの、随分カビの生えた書付きなんですね。うん、で、こういったものが、えーしえー、精神障害者福祉手帳、もしくは、えー、障害年金の診断に、えー、指標として使われてます。 なるほど。DSM4。はい。はいは。ちょっと勉強してみます。これ,はい、これの中で、いわゆるそのうつ病だとか、双極性障害だとか、そういったものがの、うん、どういった障害なのかっていうのが全てあの定義されてますので、うん、まあ、それでもあの非常に古いものとなって、で、そこに加えてえ、障害年金の診断の場合だと、えー、国民年金機構が、うん、 精神の障害に関わる等級判定ガイドラインというものを、あのー、は公表してるんですね。2016年に。うんうん、で、こちらの方が非常にそういったところを、あのー、知ることに関してはあの参考資料として役立つと思います、うん。なるほど。今はなんかコメント欄見てたら DSM5 になってるっていう話もあるんですかおそうなんですあごめんなさい。私の方があの不勉強でした。はい。あ、じゃあ、だからこのやっぱ DSM4 か、まあ、DSM5 っていうものを通して、これを理解することで、えー、で精神障害の種類とか、はい、あのグラデーションが学べるってことですよね。はい。うん、うん、うん。ああ、なるほど。いや、ありがとうございます。いえ,いえ。でも、まあ、で基本的には、寄り添う気持ちがあって、はい、まあ特別扱いしないっていうことの方が、お互いのストレスがないってことですね。はい。うんあ。いや、勉強になりました。 い,いえ、あの、で、田村さんが、あの、先ほど言った、あの、要するに、不明瞭な分野なので、とても難しい、うん、あの、いろいろ、こう、混雑してしまっているっていうのがあるんですけども、うん、そこに対して、いわゆる、その、接し方として、最後の一つ、社会的な接し方っていう、あの、先ほど挙げましたけれども、うん、これはいわゆる、その、行政だとか、その、うんえー、自治体が取るべき、精神障害者に対しての接し方、 と考えてます、私は。うん、で、いわゆるその先ほど言った、えー、精神障害者福祉庁の等級手続きなんですけれども、うん、これ全国都道府県の,あの福祉事務所でやってるんですね。で、うん、それに対して申請に対して、等、え、級、ー、の診断が全てあの自治体にの裁量に任せられてる。ゆえに、例えば東京都だと、まあ、その精神障害者の認定が、まずその件数として、その、ちょっとハードルが高くなってるんですね。なるほど。 はい、でそういったものに関して、その国民、えー、年金機構からもあの不平等だから是正しなさいっていうことが、総務省の通達かなんかであ,のあるんですけれども、それでもこうまだ整っていないっていうのがあの背景としてありまして、こう僕、なんでもかんでも海外と比べるのとまあ,あんまりよくないかなと思うんですけど、はい、でも、日本はそういうその精神障害、 への、まあ、えっ、ー、と、行政が取り組んでることだったりとか、まあ、僕たちの理解度が、まあ、ちょっと遅れてるというか、少ないってことなんでしょうね。 そうですね。あの、うん、基本的に、まあ、日本の行政によくあるあるの話ではあるんですけども、うん、アメリカがこうやっているからこうやるっていう、その、まあ、ステレオタイプな、こう、判断をしてしまった場合、うん、まあ、日本は、まあ、向こうと、まあ、本当に比べてしまうのは本当にダメなことだと思っていても、うん、日本ってやっぱりその自殺者がとても多いじゃないですか。で、そういったところをこう、踏まえた上で、日本独自のこう、判定基準なんかもいい加減作っていただきたいなとも思います。 なるほどねそのあたりって、ま、今この配信見てる皆さんに、はいま、最後に、ま、どういったところをこう考えて、はい、どういうふうに僕たちがこう行動すればいいか、はい、何かあの最後に久坂さんからあれば。そうですね、まああのー まあい,いわゆる陰キャ、陽キャっていうキャラがいて、よく、あの、ちょっとノリのいい半分、チンピラみたいなお兄ちゃんみたいな感じで接してもらうのが、私はとても、あの、ありがたいです。それ、気兼ねなく、<っ>はい。えっと、チンピラみたいなおじいちゃんに接するようにってことですかあ、あの、チンピラのお兄ちゃんみたいな感じで、こう、気軽にこう、あおばあとかでこう、話がしてくるお兄ちゃん。とかりづらい <laughs> 申し訳ないです。あこれの方の私の個人食感です。はい、なるほど。だから、陽気な兄ちゃんだと思って接するぐらい、はい、だからそんなにあんまり深く考えないでねってことですね。はい。そうですね。あの、うん、まずそこの,、まああの歩み寄りから、まず第一歩が始まると思ってます。うん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 。なるほど。でも、ものすごくね、あの、そう、はい、鬱で、ものすごく鬱になってる人に、またこう、はい そういう接し方してると、それはそれでにはなるんでしょうけど。はい。なので、えー、そこに関して、あの、うん、少し、こう、例えば、その、頑張りっていう言葉を言っちゃいけない人、ただ、そこに対して、その、もう少し人頑張りしてみようっていう言い方の方が正しい人はも,もちろんいるので、うん、そういったことに、こう、まあ、心の隅っこに置きながら接してあげるっていうのが一番優しい接し方じゃないかなと思います。 まあだからこれ、精神障害があるなし、関係なしに、人と人がコミュニケーションを取る上で、相手への配慮をどのぐらい持てるかっていうことは、だから、障害があるなしは関係ないってことですね、僕はだから障害があろうがなかろうが、そうしたいなと思ってるので。はい <で>うん、相手のことを思うばっかってこうコミュニケーションを取るなんてのは相手が健常者であっても全く変わらないのでつまりそれは障害者精神障害をずあの持っている人間であっても健常者と全く変わらないっていうことではあると思うんです。なるほど。いやちょっとすっきりしました。まああとは、はいあのー、僕自身がこの DSM-5 っていうものを通してもうちょっとまあ理解を深めたいなっていうのはまあ個人的に思ったので。 そのきっかけを久坂さんにいただいたので、はい、本当に貴重なお時間をありがとうございます。いえ,いえ、こちらこそ貴重な機会いただきありがとうございました。ありがとうございました。すいません、お待たせして。どうもありがとうございました。はい、失礼,失礼します。すごい、久坂さん。やっぱりこう、なんていうんですかね、しゃべることの、 大切さみたいな、まあ、僕もそういう仕事をしてるので、えー、相手にね、まずは結論から、これ、こういうことを今から言いますね。って言って、こう解説をいただけると、僕っていう人間は理解がしやすいんだな、というふうに感じましたね。うん。で、すごくためになりましたね。ああ、なるほど、なるほど、と。 で僕が本当に迷ってたんですよ、あのアベプラっていう番組で、精神障害の方が職場にいた場合、どういうふうに接すればいいか。また、まあ、僕、オンラインサロンやってますから、オンラインサロンの中にも、あのすごく精神障害があって苦しいってあの感じられてる人がいるみたいで、でも、精神障害の方と、えー 普通に過ごせてる方をこう分け始めるとすごくバランスが難しいなと思ってたんですけど今の草加さんのお話聞いてたらなるほどまあ僕は僕でもう一回 DSM5 っていうのをちょっと自分なりに勉強したいと思いましたしうん基本的には誰でも一緒だなっていうふうに感じましたうんいやーありがとうございました 草加さんでした。